take a chance and now so stand up, don't let it go. Don't give up now, it's your place to go.こんにちは、ツーリズムエキスポジャパンマレーシアブースです、ね、今回はマレーシア政府観光局ブースに来ています、担当の佐伯さんです。よろしくお願いします。ですね、まず出展されているマレーシア政府観光局について簡単に説明してください。マレーシア政府観光局は日本の皆様をマレーシアに送客するための観光 PR をしている団体です。はい、ありがとうございます。ですね、今回ブースで紹介している内容テーマについて簡単に教えてください。来年2015年はマレーシアはイヤーオブフェスティバルとしてマレーシアで行われているイベントを通じてですね、さまざまな魅力を皆様に紹介していくので、今年ブースのテーマはそのイベントをご案内しております。そうなんですね、1年間通してたくさんのイベントが行われているということですが、その中でも一番おすすめのイベントを教えていただけませんでしょうか。なんと1年に一度国王に直接会える日があります。国王に会えるんですか。そんな皆さんお会いできるんですか。はい、イスラム教の国なので1年に一度断食月というのがあるんですけれども、その断食明けのお祝いの時には国王の住んでいる王宮が開放されて来場者皆様に食べ物が振る舞われるんですが、その時に王様にも直接会えます。すごいですね、なかなかそんな機会ないと思うので、ぜひその機会にマレーシアに足を訪れていただきたいなと思うんですけれども、それではですね、最後にマレーシア政府観光局が提案する新しい旅を一言で言うと。はい、新しい旅はグルメです。グルメ待ってました。私グルメ大好きなんですけれども、確かにですね、マレーシアってあんまりグルメのイメージがないんですけれども、その中でもおすすめの食事とかございますか。はい、今イメージがないって言ってたんですが、実は隠れたグルメ天国でして、マレーシアでは外れがないぐらい何でも美味しいです。その中で私たちがご紹介するのは、ナシレマというココナッツミルクでご飯を炊いた上にチリソース、それから小魚を混ぜて食べる、もうマレーシア人なら誰でも知っているソウルフード、朝食的なメニューがあるんですけれども、それをおすすめしています。東4のブースに、東4のホールにですね、マレーシア料理のブースがありますので、そちらでもご体験いただけます。すごく美味しそうで、私も明日のお昼ご飯をそれにしようかなと今思ったんですけれども、ね、日本人甘くて辛いそんな味が好きだと思うので、ぜひいらした際には東4のブースですね、はい、ワールドフードのところへぜひ足を運んでみてください。それではですね、マレーシアのお話を伺って、私もとてもマレーシアに興味が湧きました。ありがとうございます。はい、以上マレーシアブースからでした。ありがとうございます。